どうも、こんばんは、エヌムです。今回は5月21日ということで、毎年恒例ひなみの誕生日、今年もね、グルカールではないんですけども、インボークでひなみの誕生日を迎えられたということで、スペシャルガシャが来ております。いやー、本当ひなみおめでとう。というわけで引いていきたいと思います。早速ね、引くしかないぞこれは。いやー、石80個引けるのかっていうか、ちょっと待ってね、あれを能力を見ていこう。ひなみだよということで、これはあれだね、変装の時だね。5ターンの間覚醒して自分の能力を超絶にアップ、ブースト10ターンで、まあ、重ねて、アタッチメント、重ねたこのアタッチメントかな、150% アップで、麻痺完全防御に HP5000 アップ、ブレイクのあれを、ブレイクディフェンスを3000ダメージを 50% カット 50% カット強くないか、こいつ要塞と化してないか。こいついるだけでなんか一個すげえでけえ壁ができるみたいな。要塞とかしてないか。あーマジか。インボークの難しいところってやっぱ、グルカルは1枚当てたらまあなんかコーヒーでなんとかなるみたいな。インボークやっぱその同じなやつをかぶらせないとダメっていうことで、すごい課金要素かな。あーいるからさ。まあ、覚醒共鳴か、共鳴させるの結構、お金が必要ということでね。まあ、課金者すごい強いんですけど、まあそういうシステムもいいと思うんだけどね。まあとりあえず、引いていきたいと思います。単発でね。まあ来てくれるんじゃないかな。グルカル最後のガシャ動画、まあまあいい引きを見せたから、今回も来てくれるんじゃないでしょうか。とりあえず一発目。これなんだっけ ?SR かこれ。ひなみな、最後まで、朝日さん SR だったんだ。ファイティングポーズみたいな。まあひなみのお父さんということで、次は、お母さん来て最後にひなみが来ると。そういう流れですね。わかりますよ。SR。さあ。なんだろう。何を落としたんだっけ、忘れちゃった。グールですよ。ああ、金木か。久しぶりに見たの、この金木。超初期の金木じゃないこれ。なんかログインボーナスやね、なんか。あ、ちょっと売却するか。もうレアのさ、こんなん使ってないよね、正直。ポイポイポイっと。ポイ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 っと。てかさ、チケット引いたらさ、また、アキラ出たんだけど、どうなってんの?もうアキラ3枚目なんだが。結局1匹をさ、最後まで持っていこうと思ったら、6枚いるわけで、結構厳しいですね。いやまあ、いやマジで1枚は当てときたいんだが、要塞化は無理にしても1枚ぐらいひなみ多素引いておきたいんだけど、これ SSR? SR か、グーですね。ナキナキのカグネってさ、なんかすごいあれみたいな、カブトエビの背中みたいだよね。頼むぜ。おいおい、頼むぜ。これやばくないか。単発やめようかな。10連いってみようかな。いや、ダメだ。俺は今まで単発を信じ引いてきたから。単発強に入信したい人は、ぜひ僕までどうぞ。さあ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 、10回切ったよ。ウェイ!これ SSR でしょ。バチバチ大きいよ。あれ?あ、もうまた目がおかしくなっちゃったかな。やばいなあ。さあ、これあれだっけ、ひなみの誕生日ピックアップとか言いつつ他のやつも全部出るんだよね。これ SSR でしょ。いや違うか、違うわ多分。なんか SSR 久しく見てないせいで、あれが目が鈍ったか。 SR 歌、 SR はポンポン出んだよな。もう騙されんぞ、SSR 来るまで。厳しいな。10連とかで、なんだろう。あ、でも SR 確定ってそれはなんかもう10連引いたら当たり前だな。前か。
半分 SR 確定みたいな。それはちょっとあれ奮発しすぎか。まあいずれなんか SSR の上位互換、上位互換じゃねえわ、あの上位レアリティが出たりしたら SSR1 枚確定とかになるんでしょうか。これ SR だよね。 SR は出んだよな。しかも SR こんだけ出てまだ被ってねえっていう。 SR も種類多いからな。やばい、あと5回なんだが、ちなみにひなみちゃんの誕生日5月21日だけど、僕の誕生日5月23日あさってなんでね。謎の宣伝をしていく。やばくないかこれ。ちょっとこれやばくないか。SR はいいからよ、 SSR をくれよ。そのもう一個上のお前をくれよ。誕生日とかやってさ、この前出たひなみの SSR 出た人いいんだもんな。結構残念賞ではないけどさ、お前じゃねえみたいな感じになる。コマさん、いやーマジあと2回なんだが頼むぜ。やばい、いやー渋い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 、マジっすか。ここで当てとかないと俺じゃないよな、当たり前だよな。いやでもさ、でもさ、本ひなもさ、本ひなもさ、確か俺あれだよな、本ひなもなんて言うんだろう、初めて本ひなの UR がバッて出た時のピックアップで弾けなくて、その後の映画記念かなんかで弾いたんじゃなかったっけ。そうだよね。っていうことはなんか次ひなみピックアップみたいなのが来た時にこいつ確実に弾けると、うん、そういう理論ですね、うん、謎理論。というわけで弾けなかったんですが、皆さんは弾けたでしょうか。お疲れ様でした。悔しいな。また次回実況動画でお会いしましょう。